こんにちは、ラクタ島のケンキです。今回は領事館、しかもなんとヨーロッパサーバーにてやっていきたいと思います。普段ね、アジアサーバーとかだと結構ティーチャータグとか見ると、あの皆さん挨拶してくるんですけども、完全に無法地帯、もうあれですよ、もうよそ者ですよ、完全によそ者で、しかもピングクソ高えみたいな、もう超怪しい俺。ほら見て、250通信、あげや、なんか下にもいる、250通信。こいつも日本人かな、ナルパグエ、多分日本人じゃないな、ロシア人かな、わかんないですけど、と一緒にやっていきたいと思います。はい、ではでは、スレッジ最近ハマっておりますので、この間スレッジの解説動画上げたばかり、昨日のスレッジの解説動画見返しながら、ちょっと僕のスレッジプレイを見ていただけたらなと思います。はい、できればね、床割るところが有効な チームじゃないですね、場所とかがいいなと思ってるんですけど、そうですね、ヨーロッパサーバーで注意すべき点がありまして、それはですね、まず一つ目、言葉が通じない。まあ、これは当たり前ですよね。で、二つ目、通信が高いので、なかなかゲームが始まらない。まあ、これは多分俺のせいじゃないんですけど、これは多分向こうの相手に、すごくロードが遅い人がいますね。はい。で、それで三つ目ってこれ三つ目なのか、二つ目ですね、実質。はい。が、やたらラグいので、先出しが大体強い傾向に昔ありました。先出し、要は、壁に二人とも隠れていて、先に出た方が強いって感じですね。例えば、いや、ごめんなさい、壁、先に出た方が強いじゃなくて、ごめんなさいね。例えば、一人が壁に隠れてます。で、相手側が壁に隠れてなくて、普通に廊下に立ってます。じゃあ、壁から出てきたやつの方が、0.5 秒ぐらい、早く敵のことを視認できます。これはね、ラグによるものですね。ラグで、位置情報の同期ずれが起こるので、相手からしたらまだ出てきていないんですけども、出てる方からしたら、先に出ていないように見えてしまうという、まあ、ラグがあります。で、最近ちょっとそれが修正されて、先出じゃなくて後出の方が強くなったみたいな噂があるんで、よくわかんないですけど、そこは調整しながらやっていきましょう。まあ、切り株とか確認したらね、だいたい先出か後出なんかようわかるんですけど、よいしょ。で、多分地下なんで、実際なんかめっちゃ言ってる、めっちゃチャージとかめっちゃかっこいいなと思って。よし、じゃあ行くよ。てっちゃん直接突っ込んでみますか。一旦何が強いかわかんないんで、よし、これさ、あ、ラグですね、やっぱり。よし、これさ、頭当ててから、よし、弱っ、マジか、あれだ、ラスト上だ。で、これさ、なんかようわかんないじゃん、先出なのか、後出なのか、後出なのか。ワオとかやってる。やったぜ。なんか無双できますね。プレイヤースキルが低いのかなって。いや、そうか、レベルが低いんだ。ああ、なるほどね。それも先でも後でも関係ないが、なんかめちゃめちゃ申し訳ないことをしている。そこはかとなく俺以外全員レベル低いんじゃないか。ザ・レイダーとか言ってる。ってことレイダーってデビューだろう。あ、俺がレベル低いな。あ、てか、レベル低いってことは、最近じゃあ、ヨーロッパでレインボーシックス流行りかけてるってことですかね。新しくみんな買ってるってことですもんね。なんかCLとかあったんですかね。よかったよかった。日本でもこの波来てもらったらいいんですけどね。ただ、なんか俺がプレイすることによって、絶対クソゲーってやめますよね、こいつら。今日。爆弾を確保しろ。激横やん。Yes, we can hear you. 私たちは、hear you.I'm Japanese. Sorry, I can't speak English. Sorry. こんにちは。うまいこと、コミュニケーション話しようか。Hey, are you from? 5秒。聞こえてんのかな。敵部隊が爆弾を発見。そもそもこれ入ってない。マイク、これ多分、あ、そんな入ってないのか、入ってるか、わかんないけど、まあいいや。全然反応してくれないし、ちょっとチャットで返しましょうか。とりあえず、なんか、コミュニケーション取ろうぜみたいな感じのこと言ってたんで。やばい、やばい、ました。あー、やばした、ダメだ、残念。
これで多分これで分かるんですけど、どんな感じで見えてんのかな。ああ、けど意外とラグ少ないじゃないですか。なんか普通に今の多分結構カメラと同期しましたよね、こっちの動きと。ってことを考えると、あ、多分ラグ軽減されたみたいなパッチが入ったとか言ってたんで、まあまあ全然ラグ、破壊とか遅いんですけど、まあけどなんか打ち合いに関してはそんなに有利不利なさそうな感じになってます。ただ破壊オブジェクトか、その実際死に出すのが遅いみたいな感じですかね。すごいすごい。なんで結構海外サーバーでも快適にできるということが証明された感じはします。あー、いいところに置いてんなカメラ。ここと、ここは意味あるのかな。なんかいいや。で、あ、そっか、こことこれで、あー、なるほどね。確かにいい、ま、いいカメラ位置。お、あーら、さっちゃって壊された。さあ、これやばいんじゃないか。多分相手もカフェから攻めてくるわけ。まんま、そんなことない。非常階段来たな。暴れちゃった、残念。かわいそうに。で、これでフロストと勝ち合うんですけど、まあ、ここの階段フロスト負けないんですよね、おそらく。ドアがめちゃくちゃ強いんで。で、多分結構上、さらに、まあ、言うなら、例えばこの階段の端っこのとこで伏せて上見てるとめちゃくちゃ強いと思います。まあまあ、ここでね、なんか斜めに大倍になってこう伏せるけど、勝てない。ああ、いいとこ割ってますね。レベル何本とか、レベル12とかのくせにめっちゃ勉強してる。うまいうまい。お、感染中だな、ここ。挑戦途中だ。おー、ナイスナイス。いやー、そこ外しちゃうか。残念、惜しい。けど、一人相手がインジャーになってるんで、あ、インジャーになるか、あれ。あらららららまあ、仕方ないですね。あら、いつの間にか3対5になっちゃってる。俺はやばい。ちょっと、いい感じに頑張りますか。頑張ってオールキルして、このチームを立て直しましょうか。僕たちで。よっしゃ、頑張るぜ。まあいっか、スレッジで。とりあえず頭当てたらすぐに死んでくれる感じっていうのが分かったので、まあなんか外しても、多分相手も打ってきてるんですけど、おそらくその遅延の状態なんですけど、当たり出したら多分当たった以降の球は多分こっちに飛んでこないような気がしました。なんかやってる感じだと、まだちょっとよく分かんないですけど。なんで、いい感じに、いい感じにしていきましょう。爆弾を見つけろ。パラッて言って、そのまま進んだら多分ね、0.5 秒後ぐらいに敵が倒れるみたいな、なんかちょっと北斗の辺できたプレイができると思うんだけど。あ、ゴムラグか。これどこだろう。あー、音楽室ですね、これ。音楽室なんで、はいはいはい。なので、これは上を取るのが一番強いですね。2階をまず取っていきましょうか。2階取ってバン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 開けて、仲間の活用を見出しやすいようにしていきましょう。多分、会議室の上を割ってやるのが一番強いんじゃないかな。なんか敵がいい感じの補強とかをしない限り。見てください、これ。めっちゃ遅いですよ。ほら。パーンって突っ込んでから割れるっていう。これ本来ね、触れた瞬間に割れるんですけど。0.5 秒ぐらいなのかな、まあ、1秒はさすがに言い過ぎですけど、ね、0.5 秒ぐらいの遅延があるかなっていう感じですね。このこういうバリケードとかも多分そうなんですよ。あ、どうなんだ、バリケードは別に固定よ。これ、あ、バリケードは違いますね。すいません、失礼しました。まあ実際入ってみましょうと。入ったな、仲間か。晴れるんですけど、どうしましょう、何だよね、あれ。リロードする。晴れるんですけどね。爆発に気をつけよ。開けちゃう。はい、これさ。よし、じゃあもうここから無視しますか。これで多分死んでくるんですよね、頭当てたら。後ろから来ること聞いた。ディフューザーを失った。ああ、上か。
残念。あれ結構意外と仲間、あ違う、えどこいたこいつ、こいつどこいたんだ。あーずっとトイレ隠れてたかマジか、気づかんかった。やるなー、くそー悔しい、ダメだ勝てない、頑張れ仲間。いやマジか、あのパルスやべいな。お、あ、いけなかった。ちょっと難しいですね。敵の二人がね、結構うまいんですよ、こいつら。やりますね。さすが、レベル80と。レベル4。え、嘘！レベル 4！ お前センスやる、やばいな。パルス君。めっちゃ噛み合ってんね。絶対楽しいや。もうこいつもレインボーシックス、もうゴーアレスはシーズンパス買い決定ですわ。多分。ね、これ多分どこも出るとこがないんで、そこ出るとこないんで、多分普通に隠れてたんで。やった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 、一人ダウン。やったー、え、嘘、え、嘘、どういうこと、なんか両方ともヌーブ。なんかヌーブ対ヌーブで、なんかめっちゃカオスなことになってる。やばいやばいやばい。この子レベル何部だ ?66!66 66か !66 だったらちょっと勉強した方がいいんじゃないかな。また起こされちゃったな。敵は残り1人。ああ、起こされた。いや、死んでるよ。ラスト。なんか、これ。あれ、安定した。ゲームが安定した。なんでだろう。ああ、治った、治った。よし。なんか今、数字の5番を落としたら、押したら、なんか治った。あーららら、あらら、惜しい。悔しいですね、これは。いました。いやー、なんかスレッジのそれっぽいこと何もできてないな。申し訳ない。なんか普通にただ突っ込んで殺してるだけっすね、今のところ。ちょっといい感じに防衛頑張っていきたいと思います。スモーク、やっていきましょう。さっきなんで負けたっけ？ああ、そうだ。よくわからんところでなんか撃ち合って、で、一人殺してその後普通に負けたんだ。いやー、やっぱ一人殺したら引かないとね、SMG はね、弾が少ないんで、一人殺したら速攻で引いた方がいいです。で、速攻で引いた方がいいんですけど、意外と3発ぐらいで倒せたら、速攻で引くふりしたら結構意外と突っ込んできます、敵。あの、SMG 弾少ないの知ってるんで、リロードだっつって言って、リロードせずに待ってるとね、意外と美味しくキレしたりでもできるんで、まあ、ちょっとそこら辺の駆け引きがすごい楽しい兵種なんですよね。なんでね、あの、まあ、基本的にはヒットアンダーウェイ、で、いい感じに殺したりとか、なんか、あえてもう3発とかでも勝負するときあるんですけど、俺は。もう残り3発とかに普通に、いや、あえてみたいな爆弾を確保しろ。相手も3発なの知ってるし、多分ここで俺がリロードしてると思ってるだろうみたいな。なんで、そういう感じで何戦で楽しんでいけたらなと思います、スモーク使いの皆さんには。じゃあとりあえずここら辺ちょっとややこしかな、補強しましょうか。ここを補強して、出るよね。あとは敵部隊が爆弾を発見。上も補強しとこうかな。壊られたら落としてるね。で、上補強して俺上も持っとこうかな。多分正面来そうな気がするんですよね。意外とね、正面プレスするの強いんですよ、このマップ。なんでね、ここから突くっていうのは結構優秀な方法なんで、割と作用はありかなと思うんですけど。敵部隊が爆弾を発見、交戦に備えろ。見せ通りに行くのかという感じですね。とりあえずこんな感じで一旦立てこもりましょうか。ちょっと待ってくださいね、ライン返します。よし、じゃあここ終わりましょう。お、終わりますね、早速。いたそう、めっちゃ可愛い、めっちゃ可愛い。あそこあれか、危ないからって副戦士で動いたのかな。めっちゃ可愛いあいつで死んでった、かわいそうに。おお、仲間めっちゃいる。おお、すごい。オペレーターが一人残っている。めっちゃ戦ってる。あ、なんかこれ全部、あ、ショットガンなんか、あの、あれなんですね。最近気づいたんですけど、ショットガンで割れる場所の範囲が増えてる。ほら、こういうの昔割れなかったんですよ。敵は排除した。なのにこれ増える、増えてる、割れるようになってる。スレッジもそうなんですよね。なんで結構ね、あの、
割れるところが増えました。あの床とかのところがね、基本割れなかったんですよ。絨毯が張ってあるところが、絨毯張ってあるところが割れなかったんですけども、絨毯も貫通してハンマーでもスレッジでも割れるようになったと。で逆に三層だったかな、三層の床がちょっと割れなくなったりとかね、またそういう風な細かい調整みたいなのが入ってて、こう意外とショットガンでねバーって割りながらゲームしてるとね、いろんなマップの変化に気づけて楽しいですよっていうなんかこう副産物というか勉強になるよみたいな側面もあります。よいしょ。よし、もう15分も経っちゃいましたね。なんか普通にこれ見てくださってる皆さん、本当ありがとうございます。普通ね、YouTube って、あ、これ YouTube 豆知識なんですけど、YouTube って平均視聴時間、FPS 系だと5分なんですよ。大体みんな5分でブラウザバックしちゃって、帰るんですよね。多分僕もそのぐらいだと思います。多分普通に見てて、FPS とかってそうなんですけど、自分やりたくなりません？こうやって見てたら。めっちゃやりてえぜ、ゲームみたいな。勉強、こうやってね、ゲームなんか、まあ、今とかだったら、多分あんまり勉強要素もあんまないんで、なんか、ただ、普通にヨーロッパサーバーで、俺がやってるみたいな、ゲームになるんで、なんとも、ちょっと若干例外かもしれないですけど、普通こうゲームしてて、なんか技とか見つけたりとか教えてるのを見たら、勉強もしたいけど、それすぐ試したいみたいな。で、もう早くやりたいみたいな。で、大体こう、人の、吸収できる、分数、一番最適なのが3分って言われてるんですね。で今3分プラスなんかその要点まとめる前 のタイトルコールが2分ぐらいあって、だいたい視聴時間5分ぐらいなんですよね。人間のってか一般的な PS 動画のなので、今16分見ていただいてる皆さんっていうのはすごいあれなんですよね。めちゃくちゃ見てくれてることなんですよ。超嬉しいみたいな、ないですからね。そんな普通いましたね、敵ぐらいぐらいですね。何見ますけど、こうしようか。ブリーチングチャージ。ドローンの出撃準備完了。ました。見ましたね。一人。もう弾切れだ。ラストワンがどこに。ディフューザーを落とした。ディフューザーを確保した。せい、かわした。惜しかった、かった。敵部隊を排除した。なんでもう15分、17分ですね、もはや。17分半。本当ありがとうございます、見ていただいて。めちゃくちゃ嬉しいです。じゃあ、こんな感じで今日の動画は終了したいと思います。皆さん、ヨーロッパサーバー、よかったらゲームしてみてください。ありがとうございました。バイバイ。ありがとう。